今日は多摩川に向かってます、都立公園の駐車場が、緊急事態宣言のために全部閉鎖をされてますので川に行くしかないんですが、ちょっと遅くなったのでどうなるでしょうか、はっきり分かりません。行ってみないと。多摩川に出るまでの道の混み具合、これが一番問題なんですが、どうなの、多摩川の今、多摩川原橋をに着きました。結構早く来ましたね。ちょっと裏道を走ったので早く着きました。ラッキーです。これから川沿いを走ります。神奈川県側に 入ります。撮影場所に近い有料駐車場に着きました。ここから川へ歩いていきます。多摩川の撮影場所に着きました。ものすごい風が強いですね。住んでいるのは東京なんですが、なぜ神奈川県側から撮影するのかと言いますと、巡航で撮りたいからなんです。多摩川は西から東に東京と神奈川県の境を流れています。したがって東京側からは基本的に逆光になります。特に秋から早春までは太陽の位置が低いので完全に逆光になります。野鳥の姿をきれいに捉えるにはやはり巡光が一番です。鳥の羽毛が美しく見えます。余談ですが、フォトコンなどでは巡光は評価が逆に低いですね。遮光や逆光で光を生かしたアートな撮り方が必要になります。まあ用途によっていろいろ違うということになります。最近はだいぶ太陽の位置が高くなってきましたので、今度は東京側からも撮りたいと思います。この日は風が強く大変でした。三脚でもかなり揺れました。今日はこの日撮影した写真を使った合成写真を紹介します。なぜ合成写真かというと、先日ロー現像ソフトのシルキーピックスプロ10で合成写真ができることを知ったので試してみたかったのです。合成に使ったシルキーピックスはシルキーピックスの、10ですが、パナソニック版、メーカー限定版の安いバージョンで、を使っています。はじめに通常の飛び物の写真を表示して、その後に合成写真を表示しますのでご覧ください。
シリキーピックスの合成は動くものや動かないものを合成することができます。背景が青空のものはきれいに合成できました。ただ川が背景のものは鮮明さがなくちょっと失敗でした。水が流れているから合成がちょっとうまくいかなかったわけです。この機能はなかなか面白いので、合成するものを指定できるといいと思います。シルクイピックスの進化に期待したいです。今日はこれにて終わります。撮影を楽しみましょう。